しな。子供だからって甘く見てると痛い目見るぜ。オッケー、俺たちの強さを見せてやろうか。びっくりしたね。ちょっとあなたたち、油断しちゃダメよ。ねえねえトランクス君、フュージョンで一気に決めちゃおっか。いきなり勝ったらつまんないだろ。あれは奥の手なんだからな。あなたは、そう、悟空の全てが変わるという厄介だ。油断できないな。兄ちゃん、お母さん、もう痛いよ。まだまだ戦えるわ。もうやだよ。泣くなよ、ゴセ。あとで俺のおもちゃを分けてやるからさ。いいね。根性ありそうじゃねえか。はい、私は準備 OK よ。交渉なんてしないわね。して、たまるもんですか。もうやめてください、ビーデルさん。あとは僕が引き受けますから。もしかして負けそう？そう、やっぱ強いな。子供相手に本気になっちゃうんだもんな。俺より強いやつがいるなんて。トランクス君をこんな目に遭わせるなんて、もう許さないぞ。お前をぶっ倒す。できるようだな。この戦闘機、スカウターの故障か。何やろう、やるじゃねえか。よう、楽しそうなことやってるじゃねえか。俺らも混ぜてくれよ。かかるって、まさか本当にかかるってなるか。もうそんなことまで一瞬で消してやる。この戦い俺が終わらせる。くそー、この俺がやられるって。
この俺が未来を変えてみせる。追い詰められるとはね。信じられねえ。こんな奴がいるなんてよ。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。